あ、何やってるんですか？これ飲みたいですか？いや、特に何もやってないですよ。はじめまして。柴田さん。はじめまして。今自粛中ですか？僕は、ほとんど仕事が飛びましたね。あー、やっぱパチンコはさすがにね。確かに。パチンコはもうほとんどクラスターですもんね、完全に、うん、クラスターですもんね。家に引きこもってますよ。家に引きこもってる、うん、僕らもそうです、本当に。あれ電波悪いですね、柴田さん。これさ、電波悪いですね。柴田さんってもう自分の家でできるじゃん、動画が。それすごい最強だよね、こんな時期でも。まあまあまあ、僕たちは本当に撮影できないんで、結構外が多いんでね。そうそうそう。ああ、確かにそうかもしれないですね。暇じゃないですか。暇、めちゃめちゃ暇ですよ、うん、ですよね。だからもう暇すぎて柴田さんの動画めちゃめちゃ見てるもん、うん、本当そうですよ。あれですよ、柴田さんの動画つっても俺が柴田さんボコった動画ですよ。これですよ、夏のビッグマッチ、ライジンの、はいはいはい、代表が代表に自主キスをしたじゃないですか、マクレガーとやりたいとか。はいはいはい。いや、マクレガーの前にライジン夏のビッグマッチで柴田でしょう。いや、マジで俺思うんですけど、本当に YouTuber ってすごい数字持ってると思うんですよ。ですね。だから柴田さんは来週出るべきだと思うんですよね、夏の。お、でそれは俺とじゃなくて YouTuber 同士いいと思うんですよね。僕がマクレガーとやるのどうですか？違う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 。それは違うでしょ。じゃあ分かりました。じゃあ僕はもうジョン・ジョーンズとやります。めっちゃ知っとるやんけ。ジョン・ジョーンズと僕やるんで、朝倉さんがマクレガーとやりましょう。いやいや、柴田さん、ヘズマリューって知ってます？いらないよ。いらないよ。いらないよ。おい、ミクレ、俺とメントスコーラやろうぜ。似てる似てる。あ、柴田さん、ヘズマリューと戦ってどうですか？あ、面白いな。まあ、雷神の枠もらえればやりますけどね。あ、普通に愛媛プロレスではなし。愛媛プロレスやんないかな。あ、マジですか。でも本当になんか大物 YouTuber と柴田さんの対立見たいですね。ああ、うん、誰かいますか、戦いたい人。でも僕も本当にライジンで仕事、まあ試合がもらえるんであれば大ゼロでもいいですけどね。え、なんか ライジンとかってやってるじゃないですか、その本大会開催前のアマ、アマ部門みたいな。ああ、はい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 。ああいうのでもいいから、もらえれば僕、久々に真面目に練習して、ちゃんと試合できる体にしますけどね。マジですか？はい。ちょっと社長に言っときますわ、僕。ちょっとお願いしますよ。何級になるんですか、柴田さん。柴田さんも無差別級でしょ。無差別級。もう今90キロあるんで。え？ 90 キロ。90キロあるんですか、今。90キロあります。タクマと違う。だから僕はあれですよ、もう、ズールとやりますよ、ズールと。ズールって180キロあるやつじゃん。握力とかなんか測定のやつでしょ、確かに。ズールとできますからね。すごいね。じゃあマジで、ちょっと話しておきますね。ちょっとお願いします。なんか本当に雷神も YouTuber とかありかなっていう話になってたんで。YouTuber で、ようやくちゃんと戦えるやつが俺ぐらいしかいないですよ。確かに、確かにね。いやでも海外とかもなんかボクシングの大会で YouTuber が一番再生取ったみたいな。そうか、だからもう圧倒的に YouTuber ってすごいんですよ、数字が。まあまあでしょうね。しかもまあ言うてそのプロタンとかラファエルとかジンさんとか、まあ、筋トレしてる YouTuber いますけど、うん、僕ほど多分、僕19ぐらいから格闘技やってるんで。確かに、もうプロですもんね。もう15年ぐらいやってるんで。うん、すごいですよね、それ。その、絶妙なんですよね。そのちゃんと YouTuber だし、ちゃんと格闘家っていう。ああ、確かに。なんで、
社長に言っといてください。言っときますね。じゃあ僕はもういつでもジョン・ジョーンズとやりますといつでもマジで殺されますよ本当に組まれたらマジで殺されるよそれは冗談できないって、ね、あの、いけますよ僕は。いやマジで話しときますんで。じゃあお願いします。はい、じゃあまた動画よろしくお願いします。お願いします。あの、本レビューしますね。動画で出してくださいね。ありがとうございます。はい、お願いします。いい感じで、あの、叩いてください。はい、燃やします。はい、ということで。いや、柴沢さんもね。柴沢さんね。僕は初めてお話ししましたけど。うん、面白いですね。いや、本当に面白いよ。うん、あの、キャラが確立してますよね。そうだね。完全に。うん、本当に。本当に。笑わせてもらえるわ。ジョン・ジョーンズちゃんと詳しいからね。ジョン・ジョーンズがあの UFC のヘビー級で一番強いやつですからマジで。天心くんとコラボをしますか。じゃあ天心くんね、でもあれですからね、本当にノリノリで気づかないかもしれないですね。じゃノリノリであの歌歌ってなんかクッキングしてたんで、コラボに気づかないかもしれないですよね。なんだちょっと違う方に、違うのに、うん、またこれお楽しみです。やっぱいろんな人とコラボした方がいいですか、ね、そうです、こういう時期は。今配信されてる方としかできないってことですよね。いや、配信してる人っていうか、見てる人、うん、あ、見てる人、うん、俺のこの配信を見てる人。あ、そういうこと。じゃあ、天心くんは無理ってこと。天心くんは配信してる、見て、配信してるでしょ。してる人と